南スーダンのマシャール副大統領の軍事報道官は自分が戦争状態に戻ったと発表しましたキール大統領の部隊が今月10日の早朝首都ジュバにあるマシャール氏の家を攻撃したからで他に選択肢はなかったといいます副大統領派の兵舎も攻撃されたといいます攻撃ヘリが上空から何時間にもわたり攻撃してきたと報道官は言います一方南スーダンの情報省は 最初に検問所を攻撃したのは副大統領の部隊だと批判した上で事態は沈静化していると述べました国民の皆さんに告げます焦らず家に戻ってください家を空けてきた人は家に戻りそのまま家にいてください状況は平常通りで対応できています 国連の南スーダン派遣団は武力衝突の再開を言語道断と表しました首都の国連施設2か所には行き場所を失った人が大勢避難していますがその両方が重火器の攻撃を受けました保護を求める市民の移動を武装集団が妨げているという情報を国連は憂慮しているということです パン・ギムン国連事務総長は衝突について無意味で許されない行為だと批判しましたそして双方の軍隊に撤退と基地への帰還を命令するようキール氏とマシャール氏に要請しましたしかし南スーダンの指導者たちは国民が苦しんでいても平気なようで国が抱えるさまざまな問題を軍事的に解決しようとするのが常です南スーダンは今月9日独立5周年を迎えましたが めでたいと言える状態はほとんどありません。